まあ、夏場のメンズカジュアルの、代表的なアイテムの一つといえば、まあ、こういうふうにですね、ポケットのついた、いわゆるポケティですね、こちらは代表的なアイテムになるかと思いますが、今シーズンカーリーもですね、ポケティを、リリースしております。でもちょっとですね、ただの普通のポケティとは違って、まあ、素材だったりとかディテールにちょっとした変化を加えて、まあ、1枚でも着用しやすい個性的なアイテムになっているかなと思いますので、ご紹介していきます。僕169センチ63キロでサイズ1番で着用してるんですけれども、まずやっぱ素材ですね。まあ、普通のいわゆるコットンの天軸とかではなくて、まあ、いわゆる段ボールニットと呼ばれる素材を使用してます。ですごくですね、こう柔らかくてしなやかな、高級感のある段ボールニットなので、スポーティーな感じというよりはどっちかというと上品さ、クリーンさを際立てるような素材感かなと思います。こちらライトリーブなんですけれども、僕着てるのがネイビーで結構張りがあるんですよ。なんでくしゃくしゃっとシワにならない感じですね。でこれがサンドグレーっていうカラーです。夏場とかだって汗かいてね、ちょっとこうシワになりやすかったりするので、普通のコットン素材だと、まあ、こういうつるっとした素材だと、ずっとですねクリーンに着ていただけるかなと思います。で、この素材ダンボールニットっていう部分と、あとちょっとですね、実は機能的な面もかなり多くて、銀成分っていうのをですね、練り込むことでですね、防臭だったりとか、菌をこう寄せ付けなかったりとか、接触冷感とか UV カットとか、吸湿速乾性が高いとか、実はさまざまなですね機能を携えた素材になります。実際にですね、僕もこうやって袖を通してるとですね、もうヒヤッとする、このタッチを感じられるので、真夏とか暑い時期に着ても非常にですね、快適に着用できるんじゃないかなと思います。で、まあ、このダンボールニットっていうのはちょっとこう張りがあって膨らみがあるので、まあ、シルエットもですね少し幅を持たせて、裾にも実はですねこのようにちょっと幅広でリブを取ってるんですけれども、ことによってちょっとこう丸みのあるシルエットをですね実現しております。なので本当に一般的なポケティコットのポケティに比べるとよりこう主役感が出るアイテムになるかなと思いますので、もうこれくらいですねシンプルなスタイルでもちゃんと主張をしてくれるカーリーらしい仕上がりになっているかなと思います。ポケットも実はちょっと大きめの仕上がりだったりもするので、この辺もポイントじゃないかなと思います。本当に非常に1枚持ってると、どんなボトムスにも合わせやすいので、まあ、僕今履いているような、ワイドなスタイルから綺麗なですねテーパードのシルエットのアイテムまで全てにこう適用できるような万能な、アイテムになってるんじゃないかなと思います。1色と言わずですね2色3色持ってても、まあ、特にここ最近本当に日本の夏は長いので、長い夏乗り切るにはですね、それくらいですねカラーバリエーションでお持ちいただいてもいいアイテムなんじゃないかなと思います。